本日は東海オンエア哲也さんのお話をさせていただきたいと思います。ペイソン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 、どうも、今日はサイドということで、本日はあの大スター東海オンエアの哲也さんのめちゃくちゃかっこいいなっていうお話を今回していきたいと思います。なぜこの話をするかというと、寝たらそこ帰宅の旅に一緒にいたガッちゃんとかにはお話ししたんですけど、マジでねかっこいいなと思って、これをねどうにかしてこう世にね広めないと、これもったいないなっていう僕の中でこう秘めてったらもったいないなっていうことで、ちょっと動画にしようかなと思いまして、今回このような動画を撮ってます。でですね、先日ですけども1年前ぐらいですね、東海オンエアさんの企画で新東海オンエアを決めるじゃんけん大会というものがありまして、そちらの審判として私秋山ペイソン出させていただきました。普通に撮影が終えてですね帰宅という感じになったんですけど、僕は駅までイクト君と哲也さん柴湯さんと4人で駅まで送ってもらったんですよ。でですね、僕と柴湯さんが降りて、駅までバーって歩いてたんですけど、新幹線のね時間がもう残り少ないってことで、哲也さんがですね、なんと俺に染まってくってことで哲也さん家に泊めていただいて、ただその新幹線のチケットはもう破棄になったんですよ。ただ哲也さんがそれは俺じゃあもらうよって言ってくださって、哲也さん家にね泊めていただいて、スマブラだったりとか一緒にご飯食べたりとか、させてもらったんですけど、すごかったんですよ。もうとりあえずすげえな、もうやっぱ大スターの家だなっていう感じで、すごいもうワクワクしながらね家泊めてもらったんですけども、で帰りですよ、そのね帰りがもうめちゃくちゃかっこよくて、これをねマジで発信したいなっていうことで、ちょっとね今から、ね、言いますよ。はい、哲也さんは朝が撮影があるということで、僕もねちょっと一緒に乗っけてってもらおうということで、イクト君が哲也さんと乗ってて、で僕後部座席に乗ってたんですけど、駅に着いてですね、ありがとうございましたってこう哲也さんに言ったらね、パッとね2万円くれたんですよ。僕ね住んでるところまでは愛知県から新幹線で8000円か9000円ぐらいだったんですよ。で2万円くれたんですよ。で僕もね2万円くれたから、いやいいですよ哲也さん、それでもう全然全然、いやもう1万円以内買えますから、もう全然ありがとうございますっつって、1万円だけですいません、ありがとうございますっつって返したんですよ。そしたら、いいいいペイちゃんいいよ、いいいいいいみたいな、いやいいっていう、そのこのあれ流れが繰り返されて、そこでもねまずかっこいいじゃないですか、パッと2万円渡せる男ってのが僕だって帰りだって1万円ですよ、1万円浮くわけですからね、1万円2万円もらったら、その後の哲也さんの一言がめちゃくちゃかっこよくて、じゃあ1万円は新幹線代に使って、残り1万円でまた岡崎に来てくださいって言ってくださったんですよ。めちゃくちゃかっこよくないですかこれ。なんか普通にね2万円こう渡すのは大スターですよ、だけどその一言、また岡崎に来てください、いやあの大スターの哲也さんがですよ、また岡崎に来てくださいっていう誘ってくれてるんですよ。いやかっけえなって、もう憧れるわって思いましたね。でも大スターですよね、もうかっこいいと思って、これもね過去方々にはね言ったんですよ、哲也さんってかっけえんだよみたいな話をしたんですけど、これねやっぱそこだけでこうとどまっちゃダメだなと思ってこのかっこよさは世間皆様にも知ってもらわなきゃいけないなということで、マジでかっこよくないですかこれ。そのね2万円を握りしめて帰ってきたんですよ家までね。で次行く時のその岡崎に行く時のお金1万円余ってるなって思いながら、ね1万円ね持ってたんですよ。1万円はねもう新幹線で使ってるんで、これ1万円あるなと、じゃあ次岡崎いつ行こうかなって思いながらね、その1万円をね握りしめて、ちょっといい焼肉屋に行きました。哲也さんごちそうさまです。